マヤンオラクル、アリエール・スピルスバリー、宮武京子役。チークちゃんのあなたを開く光の英知より。情熱の焚き木の中であなたの炎は大きく育つ。まもなく出現する睡蓮の王冠にあなたが明かりを灯しなさい。チークちゃんは生き生きした人生の力です。今この瞬間、あなたが直感に従って行動できるように勇気を与えてくれるものです。本能と直感力を尊重していいのです。あなたの抱えている問題の答えを頭ばかりでなく体で感じ取ってください。あなたは今の状況について正直なところどのように感じていますか？どんな動機であなたはこの状況を選択しているのでしょうか？あなたの肉体にある英知の寺院を訪ねてください。バラバラになりがちな自分の在り方を統合するのです。過去にこだわらないことです。今の自分を大切に、そして解放するために心と体との良い関係を作り出してください。あなたを浄化し活性化する炎があなたを清めるプロセスに奉仕します。チークちゃんの直感の力はあなたの統合を図り、肉体を浄化します。体が取り入れたり排出したりするエネルギーにもっと敏感になってください。もっとパワーのある想像力を表すためには、すべての想像の力を束ねておきましょう。そしてあなたの在り方のすべてと聖なる火をチークちゃんのエネルギーと共鳴させましょう。今あなたの関心事として愛情とセックスの問題がありますね。ここから目をそらしてはいけません。これはなぜかというと、神なるものと一体化しようとするあなたの生まれ持った強い願望のせいなのです。チークちゃんの情熱あふれる踊りにも似た資質は、愛情とセックスエネルギーと同一のものであることが容易になっています。チークちゃんはあなたの人生の情熱、バイタリティ、肉体の本能、知恵を呼び覚まそうと熱烈に働きかけています。お聞きいただきありがとうございます。次はあなたを勇気づける影の英知です。青空エリネチャンネル登録よろしくお願いします。